話せよ、じいさん。あんた、もう死ぬんだろ？ケニー、お前またケンペを殺したのか。ああ。この辺りを嗅ぎ回ってた連中なら、畑の肥やしに生まれ変わったぜ。分家の方だが、南の志願しなくの辺りに移ったそうだ。ただそこにも商売の邪魔をする奴らが現れて、どうにも貧しいままのようだ。一体どうなってる？かつてのアッカーマン家は王側近の武家だったそうじゃねえか。それが今じゃ一族根絶やし寸前だ。一体何をやればここまで王政に恨まれる？なあ、言えよ。孫が可愛くねえのか？あの可愛かった孫が今じゃ都の化け物、切り裂けケニーか。アッカーマン家は王政に恨まれてはおらん。ただ恐れられておる。王がアッカーマン家を操ることができなかったからだ。操る？わしとて全てを知るわけではない。だが確かなのは、我々の一族がかつて王政の懐刀であり、中枢の一つであったということだ。そして王は巨人の力を代々受け継ぎ保持しておる。はあ？巨人の力を何だって？その力は強大で、人類全ての記憶を改ざんし、過去を忘れさせることができる。少数の血族を除いてな。その中で王政に背を向けた家が二つあった。それが東洋の一族とアッカーマン家だ。だから迫害を。むごい話だ。メイドの土産にはならん話かもしれんが、やっと妹を見つけたよ。クシェルは地下街の商館で働いてた。客の子を身ごもってな。それを産むっつって聞かねえんだよ。ったく、こんなクソみてえな世界に生まれたところで、一体どんな夢が見れるってんだろうな。